これはまあいいですよ、ここは。ここはい、ここからですね、やるとすれば。まあまあ、はい、どうぞ。はい、はい、やりましょう。はい、では、お願いいたします。よろしくお願いします、どうも監督。どうも。どうも。中山監督が、はいはい、今回、映画祭、ハンセン病の映画祭をやるということで、はい、監督の作品であるですね、2作品、はい、厚い壁と、はい、新厚い壁、はい、上映していただけるということで、その2つについてちょっとお話をお伺いします、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、厚い壁、うん、の作品についてなんですけど、これは熊本の監督自身が、まあ、菊池系風園の近くのご出身ということで、はいはい、どういった経緯でこの作品を撮られたか。まあ、最初はですね、はい、中学1年生の時、3つの小学校が一つになるんですね、はい、中学校になって。それでまあ隣に今農業公園って言いますけど、はい、そこが春の遠足ね、中学3年まで9か年間、はい、そこなんですよね。それでまあ最初ハンセン病っていうまず何も知らないですよね、当時。で、母も遠いところから嫁に来てるもんですから、はい、そしたら、まあ、豚がいるところですね、まあ、昭和で言えば昭和19年ですから、敗戦の前の年ですから、ほとんど家畜のそこは増産のための試験場ですね。で、まあ、豚がいるところが一番鶏ふえに近いんですよ。で、煙幕の畑があって、向こうに高い塀が見えたんですね。私は小学校1年ですか、こんな小さい4年ですよね。それで、なんだろう、あそこはって言って、豚の方よりそっちに興味がいっちゃってね。それで、先生だろうと思うのは、あそこは何ですかって言ったら、ハンセン病の患者さんがいるとこって言われて、その時患者さん見たこともない、どんな病かも知らないけど、塀の影響ですかね。背筋がゾーッとしたことを今覚えてるんですよ。それからまあ中学校入って、はい、もう秋が来てますよね。6年間も春の遠足行って、で、家畜見てあるって言ったら、農村出身ですから、家畜なんてどこでもいますからね。まあそういうことで、KFN のまあ遠隔隣の集落の友達が3人いたんで、はいはい、よその小学校が来たわけですね。それで KFN を見に行こうってなったんですよ。要するに怖いもの見たさですよね。そしたらみんな嫌がっていかないんで、その3人と私だけが行こう行こうって言って行ったんですよね。で、まあ行ったら、まあ高い塀が切れてて、新しく作ってたんですね。増床してた、2000名にね、1000名も2000名してた。深い堀が掘ってあって、三段跳びで行っても飛び越えられないような、まあ、患者さんが外に出ないようにということと、高い塀ももちろんそうですね。で、うっそうとしたヒノキの森があってね、あそこに枝にね、石投げてみろというか、こうバーッと投げたんですよ。だからファーッとね、灰が散るんですよね。まあ、何とも不気味でしたよ。で、火葬場が2つあったんですね、はいはい、その範囲なんですね。まあ、今こういう仕事ずっとやってきたもんですから、まあ、自分のふるさとに帰れない人たち、死んでも帰れないんだなっていうことを感じるように思いましたけどね。それから中に入っていく中で、その友達がこの病気はね、小学校入るんだったら絶対うつらんって、赤ちゃんの時しか映らんよっていうことを言うんですよね。してもうその昭和で言えば25年ですから、はい、プロミンができて治りして退院した人もいるよって言うから、ああそうっていうことで、だから全然その怖くないんですね、彼ら怖がらない。あ、そうですか。そしたら寮の方から、はい、おい寄っていかんかってこう言われるわけですね。まんじゅうがあるぞ、まんじゅうがって言って、はい、行ってみんな3人縁側に腰掛けて食べるわけ。おー、まんじゅう。当時甘いもまだほらあんまない時期ですから、私大好きですからね、食べたかったけど食べれなかった。そうですか。で、まだ後遺症もかなりな人いましたし、
まあプロミンが足りなかったんですね最初。もう劇的に効いたらしいですけどね、うんうんうん、まあそんな中で、はい、ここの医者はねこんな帽子かぶって もちろん五分の手ぶからぶって予防生きて長く味できて土足でね、あれ寮ですから往診に来るわけですね、五分の手ぶからはめてね脈を見るなんて聞いたんですね。療養士ですね。だからじゃあとって、まあ、中学1年ですから、はい、心も綺麗なもんだからお医者さんになってね、はい、素手で見てやればどんなに嬉しいだろうなと思ったのが始まりなんですよ。それからまあ、 映画が盛んな頃で、はい、熊本市内の映画館から、はい、まあ慰問ですよね当時で、映画を見せ来るわけですね、はい、で大きい公会堂がありましたから、で一般の、まあ、当時の患者さんたちは下にいて 外階段がその2階で我々外に見るわけですね。だから映画があるよって言ってそこの連中だから自転車で行って、うん、逃げて帰る逃げて帰るようにしてたんですがね、うん、まあそういうことで、まあそういうのが始まりですね。だからまあ、あんま勉強好きじゃないもんですからねもちろん医学なんか行きやしないしあれしてたということが最初なんですね。でまあ大学はこっち、まあ、来たんですよね。そしたら、まあ、最初は理科系行ったんですよね。あ、そうですか。まあ私たちのとこから医学部が6年生一貫教育と68単位とやってまた受ける、だから東大なんかも理科二類までだったみたいですよね。それでまあ理科系入ったら、68単位取ってどっか入ろうと思ってたんですけど、もちろん私なんか母一人ですから、父が商業軍人でもう2、3族戦死してますからね。だからまあ中学校の教員でしたけど、まあ給料も安いしあれでしたから、考えてるうちにもう俺ちょっと違ったなということ で好きなことやらんと、もともと怠け者だからということで、好きなことやろうって言って映画やろうと思ったんですよ。でまあそれでまあ美術系の大学に変わったんですけどね。入り直されたんですか。入り直したっていう、まあ当時はあんま美術系は生きてなかったんですよね。芸大以外はなかったの。まあそんなことで、まあ日大の芸術学部というのが映画やってるところ一つですね。だから2年から3年に入れませんってあっさり断られたから、どっか探さなくちゃと思って、まあ具体的には今の多摩美の中に多摩芸術学院って言って今は大学になってますけどね、そこ映画やってるので誰か探してきてくれたんですよ。それでそこ行ったら、まあまったくこんなとこ行っててうち来るなっていうわけですね。でもまあとにかく4年で卒業するっていうからということで、まあ、そこ入って1年行ったんですけどね、これはもうどうしようもないなと思って、それでまあ1年早く日活に入って、それからやってるうちやっぱすごいカルチャーショックですかね。東京ベートーベンに始まってベートーベンにのたまんなんていう連中がいるわけですよ東京というのは我々はなんか図書館でレコード鑑賞やってるだったけんね、あいつらがモテようと思って女になんていう感じで見てた口だもんですからね。それでまあこれは自分で分かったことを書かないとと思って、それで学生時代その厚い壁のを書いたんですよ。おい、まあ二十歳から21の時ね、だ先生たちが読んでてショック受けちゃってね、まあそれでずっとそれしててね、それでまあ日活の映画なんて向かないんですね俺なんか。当時石原裕次郎さんが長い足引きずって出てくるような、小林明さんがギター弾きながらね、出てくるようなことですからね。まあまあそういうことでした。それでまあやってきたわけですよ。やりだしはもう抜けられないって。それから厚い壁
は、まあ、あの昭和では28年に実際熊本で起きた事件なんで、まあ、事件ですね、私に言わせりゃ。それから鎮圧壁っていうのをもう来年もう70だから撮らないともう映画撮れないなと思って、これはもう2000床を拡張したもんですから、患者さんをまた戦後ですね、民主主義が叫ばれる中であれしたわけですよ。民主主義が叫ばれる中で、まあ、また強制収容をやったんですよね。でちょうど私中学2年生でした。でうちから直線にすればまあ10キロもないですね、8キロぐらいの、まあ、山間の、まあ、村で起きた実際の事件ですね。どんな事件ですか？これはね、この人の境遇がまああれですけど、小さい時お父さんが死んでるもんだから、弟さん妹さんがいても頑張って、まあ農作業をお母さんとやって手伝ってたんですね。それで兵隊に行って返されたらしいですよ、兵隊検査。それでまあ結局返されるということは必ず何かの病気あるな、あれは雷病だろうという噂が一つあったんじゃないですかね。それでまあこの人が寝てる時、夜中の2時に、そして奥さんがもう県から来ましたって聞いてね、実家帰っちゃったんですね。3度結婚してるんですけど、実はね、3度目の奥さんが。それで奥さんと、まあ、3歳ぐらいの娘ですね、そのお母さんとバーンと音がしたって。そしたらそれがその何だったかというと、当時の村の衛生係の人のうちにダイナマイトが投げ込まれたっていうことだったんですね。ダイナマイトありゃしないし、本人は農耕場のね、浅草切りというのがあるんですよね、夏は。浅草切り、